とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。さあ今日はですね、いい防具を入手しました。おそらく最強クラスですね。千秋が装備しております防具、これヒロイックマントですね。防御力も130あってかなり高いですよね。で、スキルがいいんですよ。スキルがこれやばい。ジャスト回避&素早さアップ。回避成功時に素早さが 10% アップするっていうスキルなんだけども、これがなんと1回で 10% なんですよ。2回すれば 20% なるの。うん。やばくないですか。で、これがね、検証したところ、上限が 100% までです。100%。最大ね、素早さが2倍になります。これ移動速度だけじゃなくて、攻撃スピードも2倍になるので、通常攻撃がね、とんでもないことになるんですよ。はい。まあ、とりあえず、見ていきましょうか。いつものバケーラちゃんで戦います。ではではでは、行きましょう。まあ、最近ね、俺の中で出番の多いバケーラなんですけども、行きましょう。まあ、通常はね、動きまあこれぐらいじゃないですか。これぐらい。うん。まあ、こんなもんだよね。で、攻撃をすると、こういう感じだよね。これが通常。覚えました？だいたい動きがこれぐらいと、で、攻撃が、こういう感じ。ですね。で、これを、1回 10%、10回やると、100%、やってみます。で、このね、バスの効果時間が15秒間なんですよ。15秒間。なんで、15秒の間に、新しく、回避してしまえば、そっからさらに15秒間っていう風になるので、常にね、移動速度が上がった状態をキープすることができます。もうちょいだね。あー、ナイトメアレディが出てきちゃった。ね、もう、行きました。うん。もう完璧。10回以上やってるんで。素早さを見てみましょう。こんな感じ。だいたい目視でわかるよね。動きがなんかめちゃくちゃ速いっていうのが。大体わかる。で、これね、攻撃速度もやばいのよ。いきます。わかるかな？わかるかな？ちょっと、わかりにくい人もいるかもしれないけども、ごめんね。こういう感じになるの。動きはこんなぐらい速くて、通常攻撃はこれぐらいのスピードになる。うん、これがね、なんか見てたらちょっと分かりにくいかもしれないけど、自分でやってるとね、すっごい体感速度がね、上がる。やばいです。はい。まあ、こういう感じですね。はい。こんな感じですね。ちょっと分かりにくかったなーっていう人は、ちょっと巻き戻って見直してみてください。確実に違うから。倍になってるんで、確実に違うの分かると思います。はい。で、この、防具。ヒロイックマントだったかな？うん、ヒロイックマント。これの入手方法。ガチャゲンです。ガチャゲン。うん。ガチャの装備のところで、出ます。うん。俺、装備のところもう500回以上回してて、1回しか出たことないので、相当なレアだと思うんですけども、まあ、入手したら、これ、ぜひ、装備して使ってみてください。この、スキルは、重ね掛けができて、100% まで素早さが上がりますので、とんでもなく、面白い動きができるようになると思います。これ、変身してからでもいいですよ。変身して、10回回避すると変身状態での素早さが2倍になりますので、
面白い感じになります。はい、やってみてください。はい、ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。